ハロー、エムリワン。イケてるコーギー、ちびちびだよ。今日は秋晴れの爽やかなお天気だね。昨日は土砂降りだったけど、でも一雨ごとに秋が深まっていく感じかな。それじゃ最近の出来事を僕が教えてあげるね。9月は晴れの暖かい日が多かったから、お父さん庭の片付けが進んだよ。庭中草だらけだったけど随分さっぱりしたね。庭にあった小さな鉢も全部家の中に移動させたから、家の中が庭になったみたいだよ。そうそう、お父さん急にヘビメタの曲を練習し始めて指が痛いとか言ってたっけ。こんなの弾けるわけねえじゃんとか言いながら、実はすぐに弾けると思ってたんだよ。25年前に演奏したことあるって言ってたけど、25年も前だよ。弾けるわけねえじゃんと僕は思ってたけどね。2週間ぐらい練習して全然ダメで、結局1ヶ月練習したのかな。なんとか動画にしたけど、無理したらダメだよ。お父さんが自分で思ってるほど体は動いてくれないからね。庭仕事も注意しないとダメだよ、お父さん。そうそう、栗ご飯美味しかったね。今年は大きな栗がたくさん取れたんだよ。でも栗の皮剥くのが大変そうだったね。今年はリンゴは全くダメだったし、かぼちゃもつるばっかり伸びて全然実がつかなかった。肥料が多いとそうなるらしいね。お父さんガンガン肥料入れてたから、野菜はあんまり甘やかすとダメなのかな。いちごも全然食べられなかった。昔はたくさん取れたらしいけど、温暖化の影響？またたくさんチューリップ買ってきてたけど大丈夫？どこに植える気なんだろう。もう場所なんかないよ。鉢もたくさん増やしたからもう大変。家中鉢だらけだよ。その鉢におしっこする人がいるんですけど、お父さん激おこです。お父さん冬は雪かきしかやることなかったけど、今年は水やりとか大変そう。ギターも高評価たくさんもらって次の曲練習してるけど、あんまり無理しないでね、年なんだから。あ、トイニー帰ってきた。トイニー、本当にお父さんが好きだよね。